日本の図像家の一例、和漢三彩図絵より、ザルは中国の伝説上の動物、国、馬家ともいう、猿に類するもので人間の女性をさらって犯すという特徴を持つ。中国の本草書、本草項目によれば、猿より大きいものとあり、放牧誌によれば、800年生きたザルが猿となり、さらに500年生きてザルになるとある。本草項目では、 父の名で記載されている。和老いた猿であり、色は青黒い。人間のように歩き、よく人や物をさらう。オスばかりで、メスがいないため、人間の女性を捕らえて、子供を産ませるとある。送信機、博物詩には、ザクウ馬鹿の名で、以下のようにある。食の西南の山中には住むもので、猿に似ており、身長は七尺ほどで、人間のように歩く。 山中の林の中に潜み、人間が通りかかると、男女の匂いを嗅ぎ分けて、女をさらい、自分の妻として、子供を産ませる。子供を産まない女は山を降りることを許されず、十年も経つと、姿形や心までが彼らと同化し、人里に帰る気持ちも失せてしまう。幸運だ女は、ザルにより子供と共に、人里へ帰されるが、里へ降りた後に子供を育てない女は、 死んでしまうため、女はそれを恐れて、子供を育てる。こうしてザルと人間の女の間に生まれた子供は、姿は人間に近く、育つと常人と全く変わりなくなる。本来なら生は、父のものを名乗るところだが、父であるザルの生がわからないため、仮の生として、皆が、ようを名乗る。食の西南地方に多い、ようの生のものは皆、ザルの子孫なのだという。 このようなザルの特徴は、中国の未確認動物である野人と一致しているとの指摘もある。南宋時代の小説集、エビス・賢治には、私や玉のあやかしと題し、以下のような話がある。ある、谷川の岸に、夜になると、男が現れ、川を渡ろうとする者を背負って、向こう岸に渡していた。人が理由を尋ねても、これは自分の発言であり理由はないと。 首相に返事をしていた。高圧私立という単優な男が彼を怪しみ、同じように川を渡してもらった三日後、お礼に自分がその男を渡そうと言い、拒む男を無理に抱えて川を渡り、大石に投げつけた。悲鳴を上げたその男を、松明の明かりで照らすと、男の姿は、ザルに変わっていた。ザルを殺して焼くと、その周期は、数理にまで届いたという、新異行によれば、西方にいる。 は、ワロバほどの大きさだが、猿に似ており、メスばかりで、オスがいないので、人間男性を捕らえて成功して子をはらむとあり、ザルに類するものと考えられている。日本では、江戸時代にザルが、日本国内にもいるものと信じられ、同時代の類書、和漢三歳杖に、の名で説明されており、同校の中で、日本の飛騨、美濃の宮山にいる妖怪、クロンボウの名を挙げ、思うに、これは、 のぞくだろうかと述べられている。クロンボウとは黒く大きな猿のようなもので、長い毛を持ち、立って歩く。人号を介する上に、人の心を読むので、人がクロンボウを殺めようとしても、クロンボウは素早く逃げるので、決して捕らえることはできないという。また、日本の江戸後期の随筆、共和雑記にも、クロンボウの名がある。それによれば、ミノ国ネオの泉所川に住む、女のもとには、夜になると、 幻のような怪しい男が訪れ、しきりにちぎろうとしていた。村人たちはそのものを追い払おうと家を見張ったが、見張りのいる夜には、現れず、見張りをやめると現れた。そこで、女は鎌を隠し持っておき、例の男が現れるや鎌で切りつけると、男は老狽して逃げ去った。村人たちが結婚をたどると、それは、全米という木こりの家の元を通り、山まで続いていた。 全米の元には、以前からクロンボンが仕事の手伝いに来ており、それ以降はクロンボが現れなくなったため、この事件は、クロンボの仕業と言われた。今日は雑記の著者は、これを、本造項目にあるルに類するものとし、その特徴について、和漢三歳イズ絵とほぼ同じことを述べているため、今日は雑記は、和漢三歳イズ絵を参考に書かれたものと見られている。しかし、 和漢三サイズ絵では前述のように、覗くだろうかと書いてあるに過ぎないため、クロンボウとザルを同一のものとは言い切れないとの指摘もある。日本の江戸時代の絵師、鳥山石縁による妖怪画集、金尺がと属百鬼でも、ザルの姿が、里シとして描かれており、本文中には、クロンボウのことが、ひだみののみやまにありと述べられている。注釈。 図説日本妖怪大全などの水木しげるの著書では黒人坊の名で記載されている出典、ありがとうございます。